コンチェスクです。トロとパズルどこでも一生続きやっていきます。バカ殿の格好したトロが一人で佇んでるななんか合うね、この茶屋の和風な雰囲気に哀愁漂うバカ殿よし、続き見ていこう。兄者見てなん、お酒の奉納がこんなにたくさん、おとじゃありがたいことなのは。それじゃ宴会を始めるみゃ。え、もう飲むの？勝手に飲んでいいのにゃ。確かに飲んでいいの？心配ないみゃ、これは直来みゃ。何それ、直来って何？お祭りの後に神様へのお供え物のお下がりをいただく会な。へえ、今日は地鎮祭もしてもらったからな。したっていうか、ただ飾り付けしただけだけどね。誰も何もしなかったけど。要するに神様と一緒に宴会するのみゃ。ほうほう。なんたって目の前に神様がいるんだから心配いらないみゃ。そっか、この狛犬の二人がまあ、いいっつってんだからいいのか。そっか。それじゃ乾杯するみゃ。ね、猫お酒飲んでいいの？あ、ちょっと待つのな。スクは二十歳以上なん？あ、二十歳以上です。それなら安心だな。あ、そう。心中のくせに、うっかり未成年にお酒を飲ませたら、心罰が下っちゃうな。それじゃあ改めて乾杯みゃ。はい、乾杯。出来上がってる。黒はまだ可愛げがあるとして、このあーちゃんうーちゃんの狛犬やべえだろ、この顔。乾杯。乾杯でもう酔っ払う顔って何なん？乾杯でもう出来上がっちゃってる顔じゃん。あはははは、なんかサンタさんが見えてきたみゃ。あはははは、兄者が二人いるんだな。あはははは、おとちゃんがズーミンに見えるのは、色は一緒だよ。もう飲みすぎなのにゃ。トロは全然飲んでないんだよね。トロたち、もう帰るけど、みんな大丈夫かにゃ。黒うるせえ。あとさ、ここさ、ちょっと見づらいかもしんないけどさ、この後ろ、ここ二人、もう寝っ転がっちゃってんね、狛犬二人。大丈夫、大丈夫、みや。あはははは、すくよ。もう帰るのは？あはははは、すくよ。土産にこれを授けるんだな。何？家具か。あ、久しぶり。フローリングの床なのは神様からの贈り物。神様からの贈り物でフローリングの床もらうか。あ、そう。フローリングの床ね。黒うるせえ。ありがとうございます。おー、神様太っ腹みやうるせえ、黒うるせえ。朝まで飲むのは、朝まで飲むんだな。帰ろ、もう帰ろ、帰るのにゃ。もうこの酔っ払い3人は相手にしてらんないな。帰ろ帰ろ。寒い時期じゃなさそうだから、このゲームの中はほっといて大丈夫でしょう。ほっとこほっとこ。うるせえって黒。よし、すげえ、夜の街久しぶり。あ、空とかここにいる。あ、いい加減こいつ着替えよっか。着替え。正月。なんじゃこりゃ。変な面。なんか町民的な、テアンデー的なノリ。あともう一人、あ、いたいたいた。ピエール。ピエールの着替え。正月。あー。あ、これがまあ一番わかりやすいね。全然正月っぽくはないけど。町民って感じ？うん。なんか、面白いな、ビエルも毎回。よし、続き見よう。おー、久しぶり。嘘みたい。神社がこんな元気を取り戻すなんて。すげえ久々に登場したぞ、お姉さん。お祭り、もしかしてもう一度見られるのかな？それだけ？それだけっすか？もうちょっとなんか、あ、来た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 。ふふ。この子たちが頑張ってくれたおかげね。うみゃー、もう飲めないみゃ。黒これ時々痙攣してるんだけど怖い。ピクピク、ピクピクって。それにしても、しょっちゅう酔っ払ってるな、この子は。うわー、おとじゃよ、我はもう飲めないのは。兄じゃよ、我ももう飲めないんだな。こっちの二人も。こら、いつまでこんなとこで寝てるの？のあ？巫女様許してなん。違います。しっかりしなさい。もう。ああ、そなたは。こんなとこ人に見られたらどうするの？元の位置に戻りなさい。今すぐ、直ちに。
やっぱもうただの人間じゃなくなってるこの姉ちゃん。前々から夜しか登場しないし猫と会話するしおかしいなとは思ってたけどよ、まったく神社の神様が酔っ払って地べたに転がってるなんて、お客さんにあんな姿見せないでよね。安心するがよいのは、我ら人前では石像のようにびくともしないのは。それにしてもしばらく見ないうちにずいぶん可愛い色になったね。ふふん、キャー可愛いと抱きついていいんだな。キャー、本当にやったんだ。お酒臭いからやっぱいい。ガーン。それよりそなたはいつまでこの町にとどまるん？もう行かねばならぬ時ではないのは。うわっと、我ら人の世のことにあまり関わるつもりはないのは。だがことづてくらいなら引き受けるん。そうね、でもお祭りまではいるって決めたの、約束したから。その約束は果たせるのは。言っちゃった。兄者よ、人間とは難しい生き物だな。それでもなのは、我らはただ祭りを見守るのみ。のわーっと、本当にいよいよ姉ちゃんの、空の姉ちゃんの話に食い込んできたぞ。もう佳境です、物語の。もうちょっとやるか、もう一個見よう。おお、バカ殿がのんきに出てるぞ。あ、床張り替えよ。スクートロー、今日はもうお祭り前日なのじゃ。マジか。もう祭り前日なの？神社のさ、あの前の広場全然整備できてなかった気がするけど大丈夫？早く早く、いっぱい準備があるのじゃ。そうだね、祭りの飾り付けとかもしなくちゃね。起きて起きてなのじゃ。これ何時？まだ暗いけど。ふにゃー、まだ夜なのにゃ。いっぱい屋台を並べてテントも立てて大きな太鼓でどんどこするのじゃ。あ、忘れちゃダメなのがおみこしなのじゃ。そうだな。でもそれ全部こっちサイドで、やっは二度寝した。楽しそうなのむにゃむにゃ。はや、もしかしてもうそろそろお姉ちゃんが帰ってくるかもしれないのじゃ。お、そら先に神社に行ってるのじゃ。行ってこい。気の済むようにやりな。まだ眠いにゃ。なでなで。むにゃむにゃ、あと5分。ふにゃ、夢の中でズーミンがエッチなことに、何、どんな夢見てんだよ。ズーミンのエッチなことに何、あと4分。分刻みで起こすのこれ。ふにゃ、夢の中でそばがたくさん。そばがたくさんなんだよ。むにゃむにゃ、あと3分。ふにゃ、夢の中ですねの横が大きく。痙攣してる。なでなで。むにゃむにゃ、あと2分。ふにゃ、夢の中で佐藤二朗とズーミンの熱愛が。マジでなんなん。あと1分。あ、起きた。ふにゃ、夢の中で佐藤二朗になれたにゃ。あ、そう、マジでか。よかったね。顔大きくなっちゃうね。ふにゃ、よく寝たのにゃ。おはんす。朝なのにゃ、おはんすなのにゃ。それじゃ神社に行ってお祭りの準備を手伝うにゃ。おう。ちょっとじゃあついでに床張り替えちゃおう。模様替えで床これか。うん、シンプルだよね。うん、これでいっか。オッケー、よし、じゃあ神社行ってみるか。したた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 ーっと、これやっぱなんかまだちょっと散らかってる感じするけど大丈夫なのかな。そら、今日は何をするのにゃ。スク、トロ、来てくれたかや。お祭りでは参道のこっち側が盆踊り会場になって、うん、こっち側の広場は屋台や飲食スペースが置かれるんじゃけど、ほう、広場。ごちゃごちゃしてるよ。ふにゃ、こんなにも汚れてる場所じゃ屋台も盆踊りもツイッターもできないのに。ツイッターはどこでもいいだろ。困ったのじゃ。よし、掃除しよう。つくの言う通りにゃ、きれいにお掃除すればいいのにゃ。よし、広場をきれいにしよう。にゃー、早っ。早っ、綺麗になるの。少し綺麗になったのに、あ、まだなんだ。盆踊りを踊り疲れたら、こっちでグレープジュース飲んだりして休憩するのじゃ。おう。盆踊りはゆったりに見えて、なかなかハードじゃからな。あ、そうなんだ。俺、盆踊りとかちゃんと踊ったことないな。ねえねえ、お祭りの盆踊りってどんな感じにゃ？やぐらって言う、あ、飛ばしちゃった。やぐらっていう何かがどうのこうの、ぐるぐる楽しそうなのにゃ。おう、やぐらの周りをみんなが踊りながらぐるぐる回んだよ。時速100キロぐらいで。効果にゃ？
ちょっと違うかや、踊りながらぐるぐるするのじゃ。そっか、盆踊りだもん、踊るんだにゃ。バカ殿がめっちゃ踊ってるぞこれ。豪華にゃ。それでいいと思うよ。はやや、説明するのが難しいのじゃ。トロの中じゃ一人ずつぐるぐる回ってる感じなのか。矢倉を中心に回るんだけどな。でも明日の夜になれば盆踊りが始まるから、それ見ればすぐわかるのじゃ。わあ、楽しみだにゃ。人間っていろいろ胸キュンな遊びを考えるよね。盆踊りは遊びだけじゃなくて、お盆に帰ってくる家族をお迎えする儀式なのじゃ。お盆には家族が集まるものだってお姉ちゃんに教わったのじゃ。へえ、あ、だから空のお姉さんも帰ってくるのにゃ。えへへ、空とお姉ちゃんは家族だから集まらないとダメなのじゃ。おお、もういよいよ会ってくんないと困る展開になってきたのこれは。そっか、トロもパパとママと集まれるといいのににゃ。お盆はお空の上から会いに来る人もいるらしいのじゃ。おお、じゃあ会えるんじゃん、トロも。え、本当は会いたいにゃ。でも今はトロの家族は少なもんにゃ。お盆に集まらなくてもいつも一緒なのにゃ。おじゃあここに、グレープフルーツの香りの入浴剤をサンタさんからもらったにゃ。へえ、よかったね。いよいよここあれかな、もうちょっとこの奥の方を掃除して、で屋台立ててって感じか。じゃあ本当にいよいよもうすぐお祭りです。よし、じゃあちょっと楽しみにして次回に続きます。それじゃあまたね、バイバイ。